からね。合計点が感謝はボナルチャンネルのマサスやるっす。うわー今日の動画ちょっと嫌なんだよな。なんかボナボナはあ、危ねーボナボナなんかマサ君が面白いことをやってきてその結果が返ってきたと。まあもうサムネ見たら分かると思うんですけど。そうなんですよ、あの12月の頭かな確かにうちの大学って多分学費に TOEIC の受験料が含まれてて定期的に学校で無料で TOEIC 受けられるんですよ。すごいよね。で受けてきたんですよ。はい、言い訳タイムどうぞ。はい、言い訳タイムですか。はい、じゃあまず、はい、3月に帰国してから、はい、一切遅れてないっす。いや勉強は一切してない。一切してないです。あと、はい、基本的に僕が働いてたのってサービス業なんで、もうスピーキングとリスニングだけ、うん、文法がだからちょっと分かんないね。細かいニュアンスとか引っ掛けとかが結構難しそう。はい、以上です。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 はい、早速そこにあるってもう、うわもうやだな。開けるなよって言ったんで開けてないんです、まだ。こちらですね、TOEIC の結果が返ってきてます。まだね、開けてはいないんです。ちなみにじゃあ言っとくわ、はい、ね、初めて TOEIC 受けたのが大学1年生のもう入学式ぐらいの時に、うん、その時445点。低いね。結構低いと思う。半分以下だしね。過去最高点が大学2年生ぐらい時か、750点。じゃあ750点を超えてたら自己ベストってことね。開封の儀に入りたいと思います。僕が見ます。うわーこれ超緊張すんな。この動画上がらない説あります。ないです。とりあえず合計点いきますか。じゃあはい、合計点が780点です。あーそうでもない。まあ自己ベスト更新っていうのはまあ良かったんだけど800いってほしかった。あーまあ、ね、英語ができる人800なの。英検準1級レベルが730とか750あたりだから。あ、そうなんだ。そう、だから英検11級レベルは多分あんのよ。その界隈、その辺の点数からするとやっぱ700と800は違う。あ、そうなんだ。でもちろん多分800の人は800と900も違うと思うけど。ちなみにリスニングが495分の440。えっ、だからしゃべったりするのはだからできるんだ。リーディングが495分の340。だって500点満点中って考えたらほぼ9割ぐらいってことでしょ、リスニング。そうだね。だから文法勉強してからやってたらもうちょっとできたのかな。あーなるほどね。読めてなかったんだね。そうだそうだ。全然まあ450点とかぐらいの時は、うん、じゃあその時は勉強は何してたの。あーねその時は、うん、どっちかっていうとやっぱ当時から比較的やっぱリーディングが苦手だったの、うんうん、だから先輩とかからテキストもらえるんだけど、うん、一駅一台、一駅で一台ずつ解こう。そう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 、だから、まあ、こういう片面が英文で片面に質問文、その次に答えと解説で、その次に和訳と問題の和訳。だからこれ結構ほんとにさーって見れるんだけど、これやっとけよかった。この結果を踏まえてじゃあ何をやっとけばよかったの。マサは俺は、うん、やっぱね、まずそもそも解き終わんなかったのよ。あ、そうなんだ、時間が足りなかったの、うん、そう、俺いっつもそうなんだけど、長文って大体最後の方になると一つの長文に対して5問ぐらい問題があるんだけど、あーなるほどね、4つぐらい長文読めなかったから20問ぐらい解けた。あーなるほどね。だから、でもそこもマーク式だからラスト5分とか10分ぐらいにとりあえずマークしちゃう、うん、で、問題見てできるところを修正していくって感じなんだけど、それが全然できなくて。なるほど。多分読むスピードも遅くなってたんだ。なるほどね、読むスピードも、まあ、だから読ってか向こうだと喋るばっかなんだよね。そう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 、だから前からどんどん和訳するイメージをね、とその理解力、何言ってるのかっていうのが、ね、分かればなぁ。だからやっぱ問題慣れしないとダメだな。そう、それはあるよね。TOEIC ってほんと TOEIC やらないと解けないっていうもん、ね、ああそうだね、やっぱ回数受けてると上がってくるね、自然と。ちょっと宣言したいんですけど、4月にじゃあ受けます、もう一回。おじゃあ4月に受けさせてください。で980点以下だったら、いやいや高っ。分かった、はい、850にします。はい、850取れなかったらどうしますか。じゃあできなかったらか、できなかったら
じゃあ今決まりました、決めました。こうダーツやってるじゃないですか、うん、俺ら、うん、あれでダーツ当たったところにマサ一人で日帰りで行ってもらって一人でオフ会。オフ会、うーしかも日帰りでシュッて沖縄行っても日帰り。じゃあもしできたら二人で行こう。なんかでもこういう挑戦があった方が勉強するし。確かにそうだよね。一緒に頑張りましょう。何かね、4月から挑戦しようと思ってる人、はい、本日の動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バスね。なんでだよ電車、飛行機、バス、全部使わせてくれよ聞き覚えあるな